力。力は、中国の小説で読んだ駅書の一つである、水古伝の登場人物。天殺星の生まれ変わりで、両山泊第22位の交換。二丁の反復、長名を得意とする。あだ名はで、力自身の評判性とその怪力、色の黒さから、欲とも呼ばれる。怪力で武芸に優れた豪傑である。特に集団での乱戦において凄まじい実力を。 発揮する。一方で正式に武芸の修行を積んでいないためか、武芸を極めた、達人級との一気打ちで惑苦戦したり敗れることある。睡蓮は苦手で全くの金槌である。性格は、幼児がそのまま大きくなったような無邪気さがあり、物事を深く考えることはなく、我慢も効かないため失敗も多い。また幼児独特の残虐性や、善悪の区別の曖昧さもそのまま残しているため、 人を殺すことを何とも思っておらず、無関係の人間を巻き添えにしたり、女子供を手にかけることも厭わない。それゆえ、倉庫や町外の叱責を買うことも多い。高村マサルの死である、ラマサトによると、抱会の人間が悪事ばかり働くので、それを罰するため天殺星である彼が、天に代わり、一心に殺行を引き受けているらしい。仲間意識が強く、 特に同じブライカンタイプの法局や象徴等と非常に仲がい一方で、入山寺いざこざがあった主導とは不仲であり、温厚で平和的な性格の楽は森生が苦手らしい。また彼の保護者的立場である体操や、御用、遠征陶器店の聞く人間には頭が上がらない。双方に非常に懐き、双方を絶対的存在と認識しており、 彼のためなら命を投げ出すことも辞さず、少しでも、総方の役に立ちたいと思うがため何にでも首を突っ込みたがる傾向にある。逆に、総方以外の権威は彼にとって、全く無価値で、朝廷への基準を考える総方としばしば激しく、やり合う。義州義水県百条村、東天東の大崎実のの次男として生まれる。喧嘩で人を殺して村から逃げ出し、 公衆の老役人、大層の下働きになる。ある日噂で聞いて尊敬していた僧孔が公衆に流されてきた。大層の引き合わせで力は僧孔と出会う。僧孔をもてなそうと張り切る力だが、博打に負けて暴れるは、魚問屋の頭長順と喧嘩しで喫死させられそうになるわ、で見事に空回りしてしまう。しかし僧孔は怒るでもなく力の失敗を取りなし、慰めてくれた。 この時、力の中で総方は、絶対的存在となったようである。その後、長順とも和解し、総方、大層と四人で宴会を開くが、この時酔った勢いで作った死がもとで総方は、謀反の罪をでっち上げられ、それを助けようとした、大層ともども死刑判決を受けてしまう。この時、両三伯の長外らは、 双方たちを救うべく形状破りを格索するが、力は彼らと同時に二丁半歩を振り回して形状に乗り込み邪魔する者を見物人を含めて当たり次第に切りまくり、双方救出後そのまま両三泊の一員となった。後に、双方が家族を両三泊に連れてきたり、高村マサルが母親に会うため帰省したのを見て、故郷に残してきた母親が心配になった力は、 母親を迎えに行きたいと申し出て、倉庫から条件付きで計算する。途中自分の名前を語る追いはぎの力を切り捨てて、なんとか母親と再会したリキだが、帰宅した兄のリトールと遭遇して、弟を捕らえるように、リトールが村人に要請するために家を出ると、兄に対して申し訳ない気持ちで仏壇に金を置いて、逃げるように母親を連れ出した。しかし両山泊へ戻る途中に、 力が水を汲みに行っている最中に母親を虎にさらわれてしまった。激怒した力はその虎の一家四匹を切り殺すが、母親はすでにこと切れていた。涙にくれる力のところに近くの村長の僧が現れて、役人から追われる身の力は、長大う胆と称して虎退治の英雄として、艦隊されるが、それは、夫の力が殺害された妻も絡んで、力にかかっていた。 賞金目当ての罠であった。やがて力は取り方のリウに捕まってしまう。しかし心配した双方が、目付役で派遣された主婦とその弟の主婦の助けで脱出し、自分を騙した村長の僧と力の妻を殺害して、さらに、主婦の武芸の死でもあるリウも加えて両残白へ帰還した。その直後の祝火僧との戦いでは、敵将祝朝、笹具の抜死である。 祝区を大野で倒す手柄を立てるが、勢いに乗って両山泊と、不戦協定を結んだ小野僧まで切り込んでしまい、当主の個性、小三条の二位は命から柄らに、延安府に逃亡したため、後に、南宋の行進となる。その手柄は帳消しにされる。また、主導を仲間にするとき、彼に懐いていた知事の罰死を殺してしまい、激怒した主導と殺し合いにまでなる。その場は、んとか収まるが、 そのまま両三泊へ戻るのも罰が悪いため最新の屋敷に投留する。しかし、ここでも高東州の知事高角の議定のインテンス図による横暴に耐えかねて、インテンス図を叩き殺してしまう。このため利器をかばった最新は、高連に捕まってしまい、さすがに責任を感じた利器は彼を救出するため、東方生涯した。また、この後に主導とも一応和解した。 百八8世集結後は、不評大隊長の一人となり、法局、公従、理婚と四人組を結成し、切り込み隊長的役割を担う。理と法局が手当たり次第に敵を切り、公従と理婚が盾や飛び道具で援護するという形式、凄まじい破壊力を発揮。戦いの土台活躍した。朝廷への基準には、会議的で朝廷の少々を破いたり、あんな、 奴ら皆殺しにして、双方兄貴が天使になればいいなどと発言し、双方とののり合いになるが、彼の意志が固いことを知ると結局これに従った。その後は、官軍となっても活躍を続け、法浪征伐戦後に見事に都に外戦するが、法局、離婚、公衆は皆、命を落としてしまった。特に気の合った法局が死んだ時は、一目もはばからず号泣するほどだった。 武節将軍の称号と、巡州の司令官に任命され倉庫大僧と分かれるが、認知に赴いた後は、うつうつとした日々を送っていた。そこへ、蘇州にいる倉庫から呼び出され、喜び遺産でを赴く。力は倉庫に出された酒を飲むが、突然倉庫は涙を流し、力に謝り出す。実は、酒は、関心が恩師と偽って、倉庫に送られた、であり、自分が、 関心に殺された時に一番判断を起こしそうな、力を、朝廷や民衆に迷惑がかからないよう道連れに、したのだった、この時総工も、すでに独死を煽っていた。これを聞いた力は涙を流しながら、構うもんか。兄貴が死んじまったら生きていたってしょうがねえ。おいは、あの世でも、あんたの一兵卒だよと返した。そして順州に戻ると総工と同じところへ葬るよう。 遺言し池を引き取った。死後も、奇想の夢の中に現れ関心にいいように騙されたことを罵って切りかかったり、水庫公伝でも、官軍の使い走り難ぞになり上がって、と大操を夢で咎めるなど、生前同様の破天荒ぶりを示した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。